よろしくお願いします。増田恵里奈です。皆さん本日はお集まりいただきましてありがとうございます。朝もねちらっとおかげでこのステージに立ってくださって、うん、今来られた方の方に不思議なぐらい同じような気が合うんですよ。何でも打ち合わせもしてないんですよ。今日初めてね私たちもお会いして今もうちょっと控えのところで話が盛り上がってたんですけれども今日はこうやってこのヒューマンフェスタにねお越しいただきましたけれどもどうでしょうね、印象として。いやなんかよくここ来るんですよ。あここね、はい、鳩をねその辺で息子とかちが追いかけてるのを私が追いかけるみたいな感じでいる広場でこうステージに立ってちょっと皆さんの前でお話をさせていただくっていうのはすごくなんか感慨深いですしこんなにたくさんの方が来てくれているっていうのがすごく嬉しいです。友達も来てるよっていうラインがさっき来たんですけど友達もでしょうね。恥ずかしいかなって思うのは、はい、でもその友達まで広島にもたくさんできたということで。そうですね、本当にお友達に恵まれて今楽しく過ごしています。でも10年目なんですってね広島生活で。いやなんで今日はその広島での、ね、話ももちろんですし普段どんな生活を、ね、過ごしていらっしゃるか堂林選手のことなんかもね聞きながらトークをしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも本当私も最初に10年目って聞いてびっくりしてそんなに月日が経ちましたかってあっという間ですね。でもそれこそ広島にはまた全くご縁がなくていらっしゃったわけじゃないですか。最初は不安じゃなかったですか。本当に主人以外に知り合いっていうと、当時エグサさんが過去にいらっしゃった奥さんの竹下佳江選手が取材とかをさせていただいたりしたので、唯一知り合いといえば竹下佳江さんで、そうかバレーボールのね、選手でいらっしゃるの、ただもうお忙しい方なので、月に1回ぐらいしかお会いできなくて、なのでそれ以外の日っていうのも、誰も知り合いがいないっていう街で暮らすという感じで。そうですか。でもだんだんとねお友達ができたりとかっていうのは何かきっかけがありますか。そうですね、なんか私自身もやっぱりこの町に馴染みたい、せっかく住むことになったからもっと広島のこと好きになってで広島の人と仲良くなりたいなっていう思いがすごく強かったんで、結構本当に友達になってくれますかって自分から声をかけていって本当に友達がいないんですって言ってで友達になってもらって、でまたその子が誰かを紹介してくれてとかで、そのうち子供が生まれるとそっちのコミュニティでまたお友達ができてっていう感じで、やっぱりきっかけは自分から作っていかないとね。多分ね皆さんこう増田恵里奈さんだって気づいても声かけにくかったね、最初はねしてたんでしょうね。なんかやっぱりちょっと声かけていいのかなと思ってたけど、もう30分話したらもうそんなこと忘れるねっていう。めちゃくちゃよく喋るし、めちゃくちゃ親しみやすい方なんですよ。なんで本当私も今日安心しました。初めてお会いして、しかし堂林選手がね、今ご主人の、今年大活躍でしたよね。もうそう大活躍というあれではないですけど、でもすごく楽しそうに野球をしている姿、こう生き生きと毎日行って帰ってくる姿をシーズン中見ることができたっていうのは。やっぱりすごく家族としても嬉しかったですね。だって今年4番も打ったり、すごくねいいこと。あとそうだ、新選手会長決まったじゃないですか。どうでしょう堂林選手、なんとなくイメージはすごく真面目、あまりこうペラペラしゃべる感じでもないイメージを私は持ってるんですけど、やっぱりなんか選手会長になって人前でしゃべる機会がこれから増えていくっていうことはすごく本人は緊張しているみたいで、就任の挨拶も3日前ぐらいからずっと頭の中9割ぐらい選手会長の挨拶そうだな、私50回ぐらいはスピーチ聞きましたいやちゃんと喋ってらっしゃいましたよ。よかったですちゃんと言えたよって LINE が来たんで本当に誠実で真面目な方
か。でもあとご家族でその堂林選手の応援とかってこう普段家でテレビ見ながらとかしてるんですか。あんまりこういうこと言うと怒られちゃうからなんですけど、あんまりこう野球をそんなにすごく見ていないというか、あのもちろん見るときは見るんですけど、子供たちも寝るのが早かったりとか、ちょうどもう夕方6時からだと夜ご飯を食べてお風呂に入れてもう8時には寝かせるみたいな、ちょうどその時間なので、割とこうテレビの前で正座してパパを応援してというよりは、 LINE がピコピコなんで、あったーって来たらみんなでテレビの前に走っていって、でもうちょっと追っかけ再生でリプレイみたいなことの方が多くって、ただあのお友達と一緒にスタジアムに応援行ったりとか、そういうこともしてはいます。いやーもうあのずっと見てたら正直大変だと思います。ドキドキしちゃって、私なんかあのもう全然身内いませんよ、カープの選手に。あの知ってる OB の方はいっぱいいますよ、アニアさんとか、アニアさんとか、ちょっとアニアさんしか知らない人材がいないんですが、でも本当にもうドキドキしますもん、もうピンチの時の投手の気持ちとか、あとそので打席にチャンスっていう時に打てるかなって、これはもう家族だったらもう体持たないといつも思ってましたからね。だからまあ子供さんとね、わーっとバタバタしてるぐらいの方がいいかもしれない。そうですね。いやでもどうでしょうか、あのね、堂林選手がまあ仕事終わって帰ってきたら、やっぱり家はほっとする場所なんでしょうね。出会ってほしいなと思うのと、本当に家の中がどちらかっている状態なので、もうなんか気持ちを切り替えざるを得ないというか、主人も野球が終わって家に帰ってきても家に入った瞬間から玄関の靴を揃え始めるみたいな感じだったりとか、落ちているものを拾いながらリビングに帰ってくるみたいな、すごい効率的。そうですよね。結構もう本当に子供たち今8歳、6歳、4歳のもう元気いっぱいなので、私がこっちの部屋を片付けてるのもこっちが雪崩が起きていて、こっち戻してるのもこっちがまた散らかってみたいな状態なので、いやそれはそうですね、主人は癒されているかはわからないですけど、おのずと切り替えられているっていうのはあるかもしれないですね。でもオンとオフが自然にできてていいのかもしれないですね。でね、増田さんも一方その仕事で、まあ、あちこちね飛び回ってること多いですけれども、またじゃあ家に帰ったら、なんかやんなきゃっていう感じじゃないですか。でもあのずっとこう家庭にいて子供たちと一緒にいるのもすごく幸せなんですけど、こうたまに仕事をしてきて帰ってくると、なんかあ、子供たちの笑顔ってこんなに可愛かったっけとか、またちょっと新鮮に見えることもあったりして、なんかどちらも愛おしいなっていうのはあるんですけど、ちょっとリフレッシュできる部分もあるってことですね。でもね、今はもうあのカープもシーズンがオフなんで、ちょうどもう休みに入ってますよね。そうですね、今はいもうシーズンオフで、ってことは家族との時間が今多いんじゃないですか。すごく貴重な家族の時間を今は過ごしていて、もう夫も本当に子供たちと今密に過ごせる時間なので、結構あのお出かけしたりされてますよね、家族で。すごいしてますね、本当に。広島県内のもうちょっとドライブして遠出することもありますし、あの本当にそこの対抗ステーションで UFO キャッチャーしてることもありますし結構身近はい、そうですね、いろんなところに行ってます。まあ、じゃあ子育てしながらやっぱり楽しいこともたくさんある感じですね、今。そうですね。で、まあ、子育てをしながらなんかこう感じることをこうご自身の中での変化とかってありますか。たくさんあって、自分が今まで経験してこなかったことを子供を通して見せてもらってるなっていうのがすごくありまして、私自身がやっぱりあの一人っ子で兄弟がいなかったので、女の子で一人だとなかなか虫を飼うとかっていうのもなかったりすると思うんですけど、やっぱり息子がカブトムシを飼いたいといえば幼虫から育ててみたりとか、あの長女たちがダンゴムシ飼いたいと言ったら、私はダンゴムシを見つけてポケットにダンゴムシを入れてポケット入れるんですかって家にそのダンゴムシのケースに入れたりとか、そう、ちょっと増田恵里さんのポケットにダンゴムシすごい面白い。だんだんなんか近所の子供たちも私がダンゴムシ集めてる人っていう認識になってきて
てたりとかっていうのもやっぱり新鮮な経験ですし、あとはその子供を通して出会ったそのお父さんとかお母さんたちっていうのは自分が仕事をしているだけでは出会うことができなかった、世代も違ったりとかで仕事の職種とかも全然違ったりとか、こう環境とかその人生におけるステージとかもちょっとずつこう違う方たちと出会うことができて、でまたいろんな価値観の話を聞くことができて、そういうのもすごく自分にとってプラスになっていて楽しいなと思います。確かになんか子供と、ね、一緒に歩いてるといろんな人が声かけてくれるじゃないですか。普段接することがなかった未来もしかしてちょっと5年前の方とかもね、なんかそういうところから学ぶことも多いかもしれないですね。本当そうですね。なんかじゃあ子供のおかげでいろんな発見や、ね、経験があって、今なんかまたもう一度自分も童心に帰っていろんなことを楽しませてもらっています。そうですね。ね、あと、まあ、それで子育てもしながら今お仕事もね、まあ、されているわけですが、増田さんでそもそもなんでアナウンサーを目指したんですか？アナウンサーを目指したのは、本当になんか漠然とした憧れがもう中学生ぐらいの頃からあって、でなんとなくかっこいいなみたいな、そういう憧れだったんですけど、最初はたまたま高校時代にちょっと原宿の竹下通りを歩いていたら、はい、芸能界に興味ありませんかとスカウトをされまして、それがきっかけで高校生が MC をする情報番組みたいなものをさせていただくことになって、そこで3年間こうテレビの世界で情報番組を作っていく過程みたいなものを見て、でみんなで一つのテーマに向かってこう準備をしてで放送していくっていう、その工程にすごく楽しいなと思って、これを生涯の仕事にできたらいいなっていうふうに感じて。あ、そうなんですよ。テレビとかマラジオとか放送って結構チームプレーですよね。なんかそうです、毎日文化祭みたいな感じでみんなでこう努力して力を合わせて作っていくっていう、そうそう、ちょっとスポーツみたいな。そうですね。で、やっぱり個人プレーだけでは絶対できないですもんね。そうですね。ああ、そうそうそう、なんかだから仲間と仕事するのって楽しいですもんね。いや、本当にそうですね。その、まあ、結婚を機に、まあ、広島に来られたので、まあ、大好きだから、まあ、放送局を、ね、辞めるということになったと思うんですけれども、どうしてその局のアナウンサーですね、仕事をしてたのと今はフリーという感じで仕事をしてますけど、やっぱり違いとかありますか？そうですね、なんかいろいろ違うことはあるなと思って、やっぱりこれまで TBS の社員としてこう組織の中の一人として働いていたのと、これからこう増田絵里奈という一人の人間としてこうやっていかなければいけないっていうので違って、やっぱり今でも TBS に戻って TBS の仲間たちと仕事をすると、この仲間たちでいいなって思う部分もあったりもするんですけど、一方で一人になったからこそ今まで行けなかったところとか入ることができなかった局で新たな出会いがあって、そこでいろんな方たちとお仕事できたり、ごばあばさんとこうやってお話できたりっていうのもそうですし、また新たなチャレンジができているっていうのがすごく楽しいですね。まあ、あと働き方としてもフリーだと自分で選べるというか、時間は割と自由に設定できるっていうのもあるかもしれないです。そうですね、やっぱり TBS 時代だと、もちろん週休2日で週5日会社に行って、で、有給を取ったりとか、そういった感じで、例えばテレビに出ない日でも出勤の日だったら会社に行ってタイムカードを打って日勤書いてみたいな OL 業もいろいろとするのであれだったんですけど、今フリーだと今月はちょっと子どもの学校行事が忙しいからお仕事ちょっと減らそうかなとか、そういう自分のこのさじ加減というか、子育てのその自分の状況に合わせて仕事の量を選ぶことができているっていうのはどうでしょうね。そういう意味では、ご家族の中でね、ドバイ選手との仕事の兼ね合いとか、そういうのもこうご自身の中で調整しながらっていう。そうですね、今私がシーズン中みたいな感じですね、どちらかというと。そっか、プロ野球があるときは、ドバイ選手が一生懸命頑張ってる間にちょっとこちらで家庭をしてですね、ちょっと仕事をしながらっていう。なるほど、なるほど。子供も今野球がお休みのときは、じゃあ増田さんが頑張るわよみたいな。シーズン中で。あ、でもすごくあれですね、ご夫婦でうまくこうそのあたりはバランスしてらっしゃる。とは
いえやっぱり家族の時間も欲しいのでここはお休み合わせようねとか、はあ、そういうこともしながら、はあ、すごくいい感じですね。ですね、うん、なんかねどうしてもこうなんか女性だからこれやらなきゃいけないとか家庭のこと全部頑張らなきゃいけないとか思う人も中にいらっしゃるかもしれないんですけど、なんかそうじゃなくてなんかお互いがちゃんと思いやりながら、はい、で増田さんも、まあ、らしい人生をできる範囲で送っていくっていうような。なんか私も結婚した当初というのはやはりすごくこうしなければいけないとか完璧に家事をしなきゃいけないとか自分で思いすぎてなんか人の手を借りることがちょっと良くない気がしてしまったりしてたんですけど、結局子供とか家族にとって何が幸せなのかなと思った時に家事を完璧にしてママがイライラしてるのかちょっと部屋汚れててもママが楽しそうにしてるのかだったら、まあ、今はこっちでいいかなっていう気持ちになってきて、うん、いやそれは大きいと思いますよね。でまあ、ね、働いていらっしゃるからちょっとこう働いている環境っていうのもね聞いてみたいんですけど、どうでしょう、まあ、女性が働く環境の問題というか、なんかもっとこうなったらいいなって思うようなこととかありますか。やっぱり私自身も仕事に行く時とかに朝急に子供が熱を出したとかやっぱりそういったこととかもありますし、でもなんか結構私は恵まれているのが今両親が広島によく手伝いに来てくれていたりするので、そこで助けてもらってなんとか仕事に穴を開けずに行くっていうことができてはいるんですけれども、やっぱり、ね、そういう時に両親がいない時とかでもうどうしようかって、ここの病児保育は開くのは何時からだけどそれ行ってからだと仕事に間に合わないとか、なんか結構そういった葛藤とか、ね、そういう部分っていうのは多分お友達とかでもやっぱり働いているままっていろいろとあったりして、もちろん男性もそうなんですけれど、うん、そうですね、なかなか急にね水とかどうしても出たりするから、うん、あなんかそういう、まあ、事態に備えていつでもどうにかできるような仕事の環境がこう社会全体で生まれればいいんですけどね。そうですね、あとはやっぱりもう今日は頑張ってこれ以上頑張れないみたいな時とかもねあったりして、でも家帰ってご飯作らなきゃいけないみたいな時に鈴木誠也君の奥さんの畠山愛理ちゃん、まだその頃広島にいた時なんですけど、ハンバーグもうあと焼くだけですって言って持ってきてくれたりとか、へえして、なんかそういうなんか優しさとかにくれて、なんかすごい心も癒されるし元気出たみたいなこととかもあったりして、なんかちょっとこう他の人のことを思いやる余裕っていうのは欲しいですもんね。本当に一人で頑張ってるつもりでいてもすごく周りが見てくれていて助けてくれていて、でこっちが助けてほしいって言ったら力って貸してもらえるんだなっていうのを、なんか広島に来てからいろんな人の温かさに触れて、うん、少しずつわーってます。いや本当なんか、ね、いい人たちにも恵まれてるっていうところもありますね。まあでもそういうね環境を作るためって本当大変だと思うんですけれども、なんかこうお互いが男性も女性も関係なく人々がお互いにね協力し合えるようにしていけたらいいですかね。ですかね、やっぱりこうそれぞれステージが多分あって、妊娠中とか子育て中っていうこともあると思いますし、親の介護っていうこともある方もいると思いますし、一方でも一人で頑張らなければいけないっていう方もいたりすると思うんですけど、やっぱりこうみんながまずは自分の人生も大事にできるような環境になってほしいなっていうのはすごくあって、それでもきっとその人だけの意識ではどうにもならない部分ではあると思うので、また世の中の環境も変わっていかなければいけないと思うし、あとはみんなのこうお互いのことも思いやる想像する力みたいなのも必要なのかなとは思うんですけれど、そうですね、私がその立場だったらどうかなということを常にね考えてっていう想像力もね、成長みたいなものも必要だと思うんですが、そういう意味ではやっぱりお子さんの子供に対してね気を使う部分とかもあるじゃないですか。そうですね、なんかやっぱり子育てをしているとどうしてもこう我が子がなんだろう思い通りにいかないとか、なんだ思った通りに動かないみたいなことがあった時に、なんかこのままで大丈夫なのかなとか、この子こうした方がいいんじゃないかな
なってちょっと一瞬思いがちなんですけど、あ、でも違う、親子であってもこの子たちにも人権があって、私はこの子たちの人権は大事にしなければいけない、そこは尊重しなきゃいけない部分なんだなって、いくら4歳の子供であっても私の所有物ではなくって人権を持った一人の人間なんだなってことをいつもこう思い出さないとなってこう思いながら、あのちょっと言いたくなるところをぐっと一回こらえて、これはただ私が押し付けてるだけなんじゃないかなとか、そういうことを考えるようにはしていて、そこででもすごく親子だからこそ線引きが一番実は難しかったりするのかなって。そうですね、なんかついつい、まあ、子供はなんか親の言うことに従わせようとしてしまうところがね、そうですよね、無意識に出てしまいそうですもんね。親の愛とそこが紙一重というか、この子のためにやってあげたいと思っていることがもしかしたら子どもの人権侵害になっているのかもしれないとか、そこってすごく本当にいつもいつも課題だなと思いながら、なんか本当あの話を今してようと思ったんですけど、もう女性もね、いろんな母としての顔があったり自分としての顔があったり、そして働いてるいろんな顔があって、でもそれとなんかこう世の中にある型みたいなものに自分を勝手にはめ込んでいく、うん、いらっしゃると思って、そういうふうに跳ね込まないように自分らしく、私らしく生きていきたいですよね。そうですね、なんかやっぱりこういきなり全て私らしくって、いきなり環境変えるのは難しいかもしれないですけど、もう1日数分でもいいから自分らしさをこう持てる時間とか、ちょっとずつこう自分と向き合う時間っていうのは私も作りたいなって思いますね。まあ、今まではそんなに意識していらっしゃらないかもしれないけど、まあ後から見るとね、すごく増田さんらしく生きてらっしゃるんだろうなというふうには思うんですけど、ご自身はそんなに考えてるわけじゃなくって感じですか。そうでしたね結構今は必死必死の人生ですよみんな。あの立場はみんなそれぞれ違うんでね、あの子供がいる人いない人、仕事してる人していない人、もう何を選択して もう自由です。そこのこう自由な選択がもう堂々とこうできるようになっていく世の中だといいなとは。であとこう女性で、まあ、これからまあ人生でまたいろいろライフスタイルが変わっていくと思うんです。今は、まあ、子育てが、まあ、特にメインで必死でも、だんだん成長していくとまた違ったこともあったり、もしかしたらあの介護の問題とかね、いろいろ出てくると思うんですけども、ね、自分らしくそれより生きる上でどんなことをしたらいいなって思いですか。そうですよね、なんかやっぱり私自身一人っ子で、ちなみに夫も一人っ子なんですよ。なんか一人っ子同士の夫婦で両親は4人で、なんかこれから先4回介護はある可能性があるという中で、やっぱりこうそういう今介護をされている方たちのお話とかを聞いていると、あ、人事ではないなとか、これから先自分の身にもこういうことが起こるのかなって思うんですけれども、やっぱりこう自分に愛を与えて育ててくれてきた親なので、できることはしたいと思う一方で、あの自分をこうすり減らして、あの辛い表情をしながら介護をする 子供の顔を見るのが親の幸せなのかなって思った時に、それもね、なんか親がそれを望んでることなのかなって思ったりもするので、やっぱりこうベストな形で、もちろん大事にしながら、でもこっちも自分らしさをなんか持ちながらっていう形でできるような努力もしていきたいですし、そういう道があるのかも勉強したいですし、社会もそういうことが叶うような、仕事もちゃんとしながらとか、例えば、ね、でそういう選択肢が持てる世の中になってほしいなと。確かにね、なんかちょっとね、頑張り屋さんも結構多いので世の中ね。そうですね、そうそうそう、あの頑張るだけじゃなくて、ちゃんと頼れるところは頼ったりとか、まあ、いろんな情報もね仕入れながらじゃないと、なんかこうやっぱり自分らしさを失いすぎてしまうと苦しくなっちゃうんでね。そこはやっぱりね、あの自分らしさを忘れず、それができるぐらいのこう保ちながら、これは正解がないじゃないですか。そうです、人によって違うので、はい、あのこれをしなさいっていうわけでもないんですが、何かこういいところをね模索して探っていけたらいいですよね。まあ、そういった意味でも、なんか広島に来てたくさんのこの世代のお友達ができて、いろんな人の話が聞くことができるっていうのは、すごく自分の考え方とか
視野っていうのも広がったりとか柔軟になっていくなと思うので、やっぱりこれからもなんか人の話を聞くってことはしていきたいなとは思いますね。人の話を聞く、あの、まあ、アナウンサーという仕事をしてるとね、喋る方ばかりにこう気が向きがちなんですが、一番大事なのは聞くことなんですよね。聞く仕事ですね。すごく言われましたよね、昔からね、先輩方に。なんで、そうですね、人の話をやっぱり、まあ、よく聞いて、まあ、あと分からないことを尋ねるという意味での聞くことも含めて、あの、自分のね、人生が生きやすくなるようにしていきたいですね。そうですね。はい。いや、本当もう楽しくお話ししてると、あっという間の30分ですよ。もう経ちました。そうなんです、経ちました。では、あの、最後に増田恵里奈さんから、あの、今日いらっしゃってる方々、また後日の配信なども、ね、あるかと思うので、はい、皆さんに対してメッセージをお願いします。皆さん、今日は本当にお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、赤ちゃん抱っこしながら立ちながら見てくださった方もいて本当にありがとうございます。あの、まあ、今日は人権というテーマで、まあ、人権、ね、まだ難しくていろんなこと角度から、そしていろんな立場の方がいるので、もう1日で理解したなんていうのはとても難しくって、私はもうでも今日のトークショーをきっかけにまたちょっと人権について、ね、向き合ってみたいなと思うんですけど、やっぱりこう一番は人権について知るとか考えるっていうことがまず大事なスタートだと思うので、今日皆さんもこれをきっかけにちょっと考えてみていただいて、家帰ってからまた誰かとそういった話とかをしていただけたらなと思います。あ、そして、あの、よかったらこれからも、あの、動画屋敷を温かい声で見つめていただけたら嬉しいなと思います。もう選手会長そんなことですか。いや、そりゃもうより一層頑張っていただかないと。そうですね、はい、もう4番映ってるかもしれませんよ、もう開幕からね。もうぜひそれね、アーモラをね、楽しみですよね、ドーバイ選手のね、はい、どこに準備するのかっていうのをね、期待してますので、ぜひ今後のね、ご活躍をお祈りしています。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お話は増田恵里奈さんでした。ありがとうございました。普段どんな家族で過ごしてらっしゃるのかななんていうのもね、少し聞いて、興味深い話なども聞けましたし、あの、今一度ね、増田さんのお話にもあったように、人権ってね、どういうことか立ち止まって考えることがなかなかないかもしれないんでね、今日家に